はいどうも皆さん、やってまいりました。森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。今回はですね、おすすめの GX 玉ということでね、いろいろねこう紹介していきたいなと思うんですが、僕個人の意見なのでね、武器種とかでもいろいろ変わってきたり、使いたいスキルによってもいろんな玉ね、他にもいろんな玉いっぱいあるんでね、その作る玉っていうのは変わってくるんですけど、僕が思うおすすめの精錬玉、僕が実際にいっぱい作った精錬玉っていうのをご紹介していきたいなというふうに思います。まずですね皆さん、玉を精錬するシステムをご存知でしょうか。精錬のシステムとしては、モンスターを狩るのは当然として、そこから素材を集めて防具を作っていくのですが、G の防具をね生産します。そしてそれの G の防具のレベル1からレベル7まで上げて、そして GF のレベル1を作り、 GF のレベル1からレベル7まで強化して、で GX のレベル1を作り、 GX のレベル1からレベル7まで強化して、やっとそこで玉化することができます。やり方についてはね皆さんね、ハンターナビでもう分かってると思うので、割愛しますが、そして玉化するまでの素材としては、鱗とか皮とか古文素材といってね、そういう素材が、52個と47個、これはいろいろね、どっちがね、鱗が52枚からが47枚とか、なんかいろいろね、変わってくると思うんです。それはね調べてほしいんですけれども、それプラスそのモンスターの V 破壊素材が3個、それから G 級のハードコア素材ね 2% の素材が1個ということでね、あとはちょろちょろ採取系とかが絡んでくるんですけれども、一応そんな感じで作ることができます。そうですね。で、先ほど言ったハンターナビをねしっかり進めた方なんかは、このグレン剣樹 GF ってのはね10個しっかり持ってると思いますので、なんかねグレンを狩りに行ったと思うんですがね、やった人はね、こちらをねまず作ってもらえると、この玉に関してはエントラとかフロガタとか、僕はねエボルに入れるのもすごいいいなって思ってるんですけど、そういうところにね入れていくのにすごいぴったりの玉になってますので、初心者用の玉としてはすごくいいものだと思っております。スキルとしては、攻撃達人怒りが2、達人が3、怒りが2ということでね、くっついてますので、結構いい玉なんじゃないかなと。ペレグリには入れられないかなと僕個人的には思ってるんですけど、入れてもいいんだけど、ブチギレというか、この怒りが40とかになっちゃうので、10個入れるとそれがちょっとねあんまりよろしくないかなと思う。ペレグリにはそんなに合わないかなと個人的には思ってます。なので今回はここね、グレン剣樹 GF を作った人たちなんかが、そのエントラとか風呂型に入れるけど、その次の上のねステップの、装備を作りたいっていう時に、どんな弾を作ったらいいのかよくわからないという、意見いろいろもらったので、そこでね僕がね、いっぱい作った弾っていうのをねご紹介していきたいなというふうに思います。そうではね、早速いきましょう。まずでもね、僕が一番好きな弾をまずご紹介しようと思います。こちら5号車玉 GX5、 これが僕一番好きな玉なんですけど、僕まだ始めて2年ぐらいなんですけど、その頃からずっと現役の、未だに現役のこちらのね玉ということで、この玉はね本当にね4個から6個とか、6個あったら完璧なんだけど、多分もうほとんど完璧だと思うけど、こちらの玉は本当にね、作っておいてください。すごく超絶便利なのでね、作っておいてください。さっきの玉にすごい似てるんですけど、さっきの5号車5のね、玉に入ってた3階が抜けて交流が3入入ってるという、こちらの、ガフ化でいいのかなちょっと読み方がよくわからないんだけど、こちらの玉は稲紙の玉になってますね。稲紙の玉ですので、こちらの GX4 なんかは僕すごいおすすめで、これ5つ入れて交流発動とかねよくやってましたね。次は、エンプレ剣樹 GX1、 こちらですね、こちらが一戦通撃3回という、このね、素晴らしいスキルが入った一戦通撃3回っていうのはね、いろんな種類あるんですけど、他にも一戦通撃3回が入ってる弾っていうと、モノブロ剣樹 GX4 とか詩吟剣樹 GX3 とかで、ニンファ GX1 とかね、ニンファ剣樹 GX1 とかね入ってるんですけど、それの中でもこのエンプレ剣樹 GX1 は延長がプラス2ということで、一戦通撃3回と延長がプラス2ということでね、こちらの弾を5個入れることで延長が10、防具でね延長が5ポイントついてたら、それだけでね、火事場を発動することができます。すごい火力をね求めることができるんじゃないかなと僕は個人的には思っております。はい、で次こちらですね、詩吟剣樹 GX さん、これもね結構な数作っといてほしいなと思うんですが、エンプレ剣樹 GX1 には延長が入ってたんだけど、こっちね剣心が入ってるということで、もう剣士にとっては必須のねこちらの剣心なんですけれども、この弾も結構4個から6個とかね、そういう4、5個作っておくとすごく便利じゃないかなというふうに思ってます。そして次にですね、アカム系ですね。アカムと剣樹 GX シリーズの、こちらも結構ね何個ずつか作っておくとすごくいいんじゃないかな。多分ね結構使うのはこちらの GX2 と GX4 はちょっとね場面をね選ぶと思うんですよ。ため威力2と血気活性なので場所を選ぶと思うんですが、こちらの剣術 GX1 に関しては結構ねいろんなところをオールマイティに使えますんで、攻撃を上げたい時はこっちがいいかなというふうに思いますね。剣心プラス2、攻撃プラス2、達人プラス3、3回プラス2ということで結構オールマイティに使えるかなというふうに思います。次はアビ剣術 GX2 と GX4 ですかね。 GX2 は怒りが入っていて、この弾に関してはすごいところが攻撃と一戦のねスキルポイントが両方とも入ってるということで、まあちょっと一戦は1なんですけど、意外と便利というか、この弾はねどちらも4個あるといい。僕ちょっとめんどくさくて GX2 を4個しか作ってないんですけど、これはねこの弾はね4個ずつ作るとすごくね幸せになれるかなというふうに思います。奇数はやめた方がいいかな。一戦の値的に奇数は良くないんですけど、まあ4個ずつ作っておくと僕的にはすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。そして次はリアルオ系なんですけど、これはねイベントの弾なんで、正直そこまでこうね今からだとねあんまり集められないかなとか、イベントをねまだ回れないというか、まあ回るの大変という方は集めにくいかなと思うんですが、特に僕のおすすめは GX4 と GX5 を4個ずつとか集めておくとすごくいいんじゃないかなと。僕今ラスタに使ってて2個ないんですけど、こちらはねやるとすごくいいと思います。そして次は将来剣術 GX4、 こちらはトリドクレスのね、を倒すとでね取れる弾なんですけれども、これ天雷発動させるときすごく便利ですよ。防具で例えば4入ってるやつで、これを3個入れて天雷を発動させちゃうとかで、さらに一戦のポイントも剣心のポイントも稼いでおくと、同じポイントが入った防具だとね、エギエネっていう祭り玉になっちゃうので、これはなかなかきついかなというところで、この GX4 はまだまだ生きてるかなというふうに思います。次また、イベントの弾になっちゃうんですけど、レウアス剣術 GX3、 これがすごく強いね。これ攻撃3、献身3、交流3つってね、もうポイントがすごい高い、もう素のポイントがすごく高いんでね、これはまだまだガンガン生きてますね。2人とかでも使ってる人結構いるんじゃないですかね。そして僕が多分一番作ったであろうドラギュ剣術 GX シリーズで、車種もすごい強いんだけど、ドラギュは本当に2体をね最初に使いたい人たち、なんだろうな、お試し2体ね、全部 G ラビーのその G のね防具、生産段階での防具をつけた時に、このドラギュ玉を5個入れて先天天雷をね発動させて、で献身もねスキルポイント稼いでっていう風にして、でお試し2体を使うって時はこの弾は必須になってくるので、火力をね出すためには必須になってくるので、ドラギュ剣術はかなり作ることになるんじゃないかなと。こちらはドラギュロスですね。こちらはドラギュロスで作れるんですが、すごく大事になってくるんじゃないかなという風に思います。次にククス剣術シリーズですね。こちらイアンクックアシュなんですけど、延長通撃攻撃ということでね、剣3が確か剣心だったような気がする、どっかに入ってるんだけど、多分僕ラスタに入れてる多分僕ラスタに入れてるから今ないんですが、これもね結構ね作ると便利かな。やっぱ通撃入れるってなるとこの弾はすごく引っかかってくるんじゃないかなというふうに思います。次にオディバのシリーズで、ドガンでいいの？ドガン剣術でいいの？ちょっと読み方がわからないんですが、こちらの GX3 が僕は一番おすすめかな。やっぱ剣心がね結構最近防具に入ってないみたいなことが多いので、この弾は先天達人一戦会心系がね上がるスキルが全部入ってので、それぞれの部位によって変わっていくんですけれども、氷海創生だったり剣心だったり刀匠だったりね、変撃だったりとかあるんですが、剣心のねこの GX3 は結構作っておくとすごく便利なんじゃないかな。僕結構ね最近その防具とかねで、防具で先天天雷を4ポイントずつ稼いで、でエギエネで6ポイントで、エギエネ2個で6ポイントで、この弾を3つ入れて先天発動みたいなのはねよくやってるので、結構先天天雷発動する時の、先天を稼ぐ要因としてはこの子はすごく便利なんじゃないかなというふうに思います。グアンゾルムの弾ですね。帝政剣術 GX シリーズ、帝王車種も強いんだけど、帝政もなかなか強いというか、まあこの弾に関してはね本当にちょっと作るの大変なんですけどね、グアンゾルムかなり強いので作るのすごい大変なんですけど、この弾もね結構ね必要になってくることが多いので、税撃消費特攻ですね、あれを使いたい時はこの弾はほとんど絡んでくるかな。ルコのおかげでだいぶマシになってきたんだけど、これもね使う時が来るんじゃないかなというふうに思います。次に、超絶強い、こいつはマジでもう本当にめちゃくちゃ強いレイレスですね。レイレスマジくっそ強いから、これもう本当に強すぎてやばいんだよな。例えばこれね僕は全然作れてないんですけど、攻撃3がねデフォルトで入ってるんですが、ガンナー剣士とともに剣術シリーズね、これもイベントの弾なんで、合撃3が入ってるんだけど、これ頑張ったって強い。そして評価位相、こいつらはね、剣樹は合撃3、剣心3、評価位相生が、ね、デフォルトなんですけど、これが強いのよ。これが強いんですよ。もうね、やっぱ合撃3入ってるだけで選択肢としては本当にもうね、ズバーン入ってくるから、合撃構成だったら絶対に入ってくるから、もうね、作れるやつは作っといてというか、まあ本当に集められるだけ集めといて、もういつ作れるか、いつ作ってもいいように準備だけしといてください。車種の方は通撃が3入ってるというね、通撃3が入ってる弾ってレイレスの弾と、このレイレスの弾と、あと祭り弾のバリエしかないので、これマジ超強いですよ。そして次に要塞を使いたいなら、これクシャナシリーズですね。こちらはクシャルダウラ G 級のクシャルダウラで作れるんですけれども、やっぱりこう僕は剣樹 GX5 が一番おすすめかな。やっぱ剣心足りないこと多すぎてね、最近ね。なのでね、剣樹 GX5 なんかは結構作るといいんじゃないかな。ちょっとクシャルダウラ僕も嫌いなんだけど、あんまね、かなり強いからあんま好きじゃないんだけど、まあ作ってみるといいと思います。同様にカイザーミズハって言ってね、この辺もすごく強いんでね、作るといいんですが、こいつら強いからさ、もう本当にねきついんだよね。僕も嫌なんだけど、もう頑張ってみてください。そしてね、ルコシリーズですね。ルコシリーズ、こちらは合撃とか一戦とかが入ってる部位はね、ちょこちょこしかないんですけど、 GX3 に合撃、 GX5 に一戦っていう感じなんですけれども、税撃と献身戦点ということでね、税撃と献身と戦点が本当に両立されてるのはこの弾ぐらいしかないんじゃないかな、おそらく。ちょっとあんまり僕も覚えてないんですが、いやこのシリーズもねかなり作ることになると思うので、ルコもねまた強いんですが頑張ってみてください。そしてキリンですよ。キリン、こちらがですね、こちらのキリン車種 GX4 が一番好きかな、僕。この中だと狙撃が入ってる弾ってのがキリンとかしかあんまなくて、そもそもないんですよ。でこの弾はね、合撃と閃電転雷と狙撃なので、これが本当に弓にめちゃめちゃ合う。狙撃っていうのは弓専用のスキルだってと思うんですが、本当にこれ5個入れてもいいレベルでね。これで狙撃 5個入れて狙撃発動でも全然いいレベルでねありますんでね、狙撃を発動させたいならこの弾はおそらく必ず引っかかってくるだろうというふうに思います。そして最後に一番ね最近のモンスターでありますゼナセリスのね、弾なんですけれども、これがですねすごいクセモノでですね、かなり作ったね、懲戒費の構成を組むってなったらもうね、なんか結構作ったなと思って、で 剣樹 GX2 が4個に、剣樹 GX3 が3個に、剣樹 GX5 が4個に。で車種がね、車種なんですけど、こいつの車種はGF だと、こいつ GX1 だと合撃なんだけど、車種 GX じゃない GF か、車種 GF だと一戦懲戒費1000点で、これがねすごい使いやすいんですよね。僕的にすごい使いやすくて、これ全然いいなというふうに思うんですが、ゼナセリスに関してはね、全部統一されてるっていう感じじゃなくて、部位によってね、一戦だったり合撃だったりっていうのが変わってきててね、剣士なんかは、これ見ると分かる通り GX2 だと合撃攻撃懲戒費って入ってるんですけど、 GX3 だと一戦攻撃懲戒費っていう感じで、部位によってねこれ合撃と一戦が入れ替わってるというか、まあ違いますんでね、これすごいちゃんと気をつけてねやらないとあれーみたいになるんでね、すごい気をつけてあげてください。ということでこんな感じですかね。本当に僕おすすめなのはゼナ玉かな。やっぱり回避性能をね簡単に懲戒費で入れられるってのがあって、このゼナ玉5個入れるだけでね懲戒費とともに、であとはね攻撃とかもね発動しやすくなってるしね、すごく僕この弾いいんじゃないかなっていう風に思いますので、いやね頑張ってみてください。皆さんも GX 弾作るのすごい大変だと思うんですが、僕も大変なんです。みんな大変なのはね、もうみんな同じだから、なるべく装備を強くして次の装備を作るのを楽にねやっていけるように頑張って装備を作ってみてください。装備を作る楽しさがモンハンの楽しさに直結してやるぞ。ということでありがとうございました。次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。